六章寺とは、平安時代後期から室町時代にかけて、落外白川外区に位置した、宝号に、勝ちの字を持つ六山の五岩寺である。白川天皇に続く陰性の中枢部として、大いに栄えたが、後世の維持管理は停滞し、王人の乱以降はほぼ廃絶した。現在においては、石碑や町名などに面影を残すが、地域やが乱配置などにおいて不明な点は多く、 発掘による考古学的調査及び復元作業が進められている。平安系の楽島、白川の地域に造営された地号に、勝の字が含まれた6つの五岩寺のことであるが、女院である大剣門院が混流した、炎章寺は、後から付け加えられたもので、当初は五章寺と称されていた。炎章寺以外の五章寺は、白川天皇以降の五代の天皇が、 在位中に混流を始めた寺院で、白川天皇や鳥羽天皇は退位後に、上皇、皇王として、多くのご願寺を混流しているものの、いずれの天皇も在位中に混流を開始した、ご願寺はご正寺に属する一か寺しかなかった、すなわち、天皇のご願寺であったのである。また、他のご願寺は、御所などに付属する寺院として混流され、中心伽藍は、阿弥陀堂であったに対して、 五生寺と円生寺は、中心伽藍として、混同を持ち、単独の寺院として存続していたことから、特別なものとみなされ、以降これほどの規模の五炭寺を建立されることはなかった。このため、五代の在位の天皇の五炭寺である、五生寺と、大建門院の五炭寺である、円生寺をまとめて六生寺と称されるようになった。星章寺。楽慶は、上略元年、左大臣。 藤原もろざの起身と白川天皇の護願による。応道白川の地において護願寺として、最初に創建され、後に六章寺の筆頭寺院として、最大の規模を誇った。南庭には高さ80メートルに達する巨大な八角、九十頭がそびえ、東海道に軽の県政を誇示していた。しかし他の寺院同様、相次ぐ災害と陰性の水微により、応仁の乱以後に廃絶した。 現在の京都市動物園は、ガランのほぼ南藩にあたると考えられる。孫正寺。供養は甲和四年、堀川天皇の護岸による。杉山新蔵らの尽力により、六正寺では最も発掘調査が進んでいる。最正寺。創建は元長元年、羽天皇の護岸による。現在の岡崎グラウンド西側から。 京都会館までの間に位置していた方一丁規模の寺院であったと考えられる。円章寺。楽景は大寺三年、大剣門院の護岩による。六章寺では唯一の入院護岩寺である。境内規模は片一丁かそれ以上、現在の京都市美術館に位置していたと推定される。聖マサル寺。供養は法縁五年、ストック天皇の護岩による。 方言の乱で流刑に処された因を意部するための五八広法要が行われた。推定地はほぼ京都市官業館の敷地にあたる。現在は東京都世田谷区に伏見山聖マサル寺として残る。縁マサル寺。脱荒供養は旧安五年、この江天皇の護岸による。現在の京都市官業館、敷地西端から東大寺通りの西端付近まで東西二丁。 南北一丁の規模であったと推定される。丸山人氏陰性期における賭場と白川海外諸州、陰性期における洛南賭場と洛東博がハット ABCDEFGHIJKLM、NO 第234回京都市高校資料館、講座シリーズ、清盛の時代、第2回、白川六章寺京都市埋蔵文化財研究所、梶川と潮同時敷地内の、 伏見山成勝寺遠隔による公式 HP 遠隔ありがとうございます。